今回集まってもらったね、千葉大学部のお二人なんですけども、中高のね、キャリアだったりとかが、まあ、なかなか面白い二人なので、そこをちょっと詳しく掘り下げていこうかなと思うんですけども、佐藤先生、中高はどこですか？私は、兵庫の灘高校です。来ました、灘高校恐怖の高校ですね東京の民を殺しに来たらしいですからね灘高校から理三志望ですね。あ、そうですね。で、現役で理三、あと何点でしたっけ？あ、1点でしたね大阪で浪人されて、ああ、そうですね、で、またリサーン受ける、はい、で、あと何点？あ、5点ですもうリサーンって何が起こるか分かんないですね。ああ、そうです。一方、唐熊先生の方は出身中高どこですか？千葉県の市川高校です。なんか知らけました市川高校、素晴らしい高校なんですけど、そこから現役で、そうですね、千葉大学医学部入学と。市川からすると千葉医っていうのは本当にトップなんですよ逆に奈良から言うとどうなんだろうなってところをちょっと聞いていきたいなと思います。今回ね、残念ながら千葉大学医学部となってしまいました言い方が悪いです。それは奈良高同級生の進学、どういう感じだったかちょっと聞きたいんですけども、はい、学年何人ぐらいどこ行ったってちょっと詳しく教えてもらっていいですか？そうですね、僕の学年の話ですけど、まあ、20人ぐらいが東大の理三、理三、はい、残り20人が京大医学部、医学部、まあ、あとなんかまあたくさんの人がまあ東大理一とか理二とか行って、うん、でまあその他大勢つまり加藤先生はその他大勢、あ、そうですねつまり完全なるガヤ、あ、ガヤですね、はい、ガヤですね。 なるほど、じゃあ、はい、もう奈良高の進学実績とか見ても千葉大学まで誰も見ない、あ、その1名って書かれてるマジか。奈良高はね、ちょっとレベル違いすぎてわからないんですけども、千葉大学部に対する認識ってどういうもんなんですか？千葉の大学という、あ、なるほど千葉というところにあるらしい、あるらしいです。理三をね、もともと志望したと思うんですけど、奈良高生からするとどういう認識なんですか？多分理三行ったらすごいとかね、その理一行ったらどうだとかね、コメントつけてほしいんですけど、理三はもうやっぱすごいですね。やっぱ奈良でもやっぱりすごい人しかやっぱ行けないんで、理三はやっぱすごいです。あ、やっぱすごいすごい。やっぱ理三、学年何人だっけ？学年票220人220のうち、はい、やっぱ上位20、あ、まあ上位っていうことでもないですけど、まあいろいろいるけど、まあ上の50の中にはみんないるんじゃないかな。あ、上50がまあぐちゃぐちゃみたいな。まあ、あと脅威がもうすごいな。理三と脅威はどうなの？あ、いや、そもそも理三を目指して受けれなかった人が脅威行くみたいなこともあるんでちょっと待って、受けれなかったって何ですか？やっぱりその浪人が怖いわみたいな。ああ、じゃあもう明らかにそこには上下関係あるんだ。 あります、完全にあります。脅威の中でも理三カリアルみたいな人もいますけど、うんうん、とはいえ、まあ、それでも脅威受かった人のごく一部じゃないかなと思います。ああ、なるほどね。じゃあそこはやっぱりこう、まあ、かぶってはいるけども、かぶりはかなり小さい。 あと他は大学、阪大学部がいても、うんうん、まあすごい、まあすごいといえばすごいですね。阪大医学部に行くのは学年真ん中ぐらい、あ、まあ真ん中よりちょい上ぐらいかな。ちょい上ぐらい、まあ、70番80番ぐらいの人が行くのかなと。ああ、なるほど。ああ、頑張ったやんみたいな。そうですね、はい、なるほど、はい、リーチは、まあ、人ですねこれやばいっすよねこれ絶対奈良高だけですよね。あ、リーチで人間、そんな感じですね。うわ、なるほど。いやー、行きたかったその環境もうリーチはじゃあ、まあ、いや、通らんかったらやばいやろ、ね、うん、まあ、そうですね、まあ、どうしたんだろうって言われる感じではあります。なんで落ちたんだろうね、あの人っていう感じなんじゃあじゃあリーチが行くのっていうのは奈良高の中でどんな、そうなんですか？ど真ん中ですね、本当に。まあ90位半分ぐらいか、まあ、もっと下からも頑張って上がる人もいる。ああ、なるほどなるほど。じゃあリーチ以下は何になるんですか？あ、リーチを含めリーチ未満ですね。未満はまあ日陰というかね日の目を浴びない方々。浴びないですね。浴びない方々なんですね、はいはい、けどさ、市川とか渋幕で理三一人出たらすげーってなるけど、灘、はい、で別に理三って言ってもあ、頑張ったやんぐらいなの？いや、でもまあすごいなではありますけど、まあ普通ですよ。なんか、ね、一桁とかになっちゃうとどうしたんだろうってなりますよね。僕ら、あの通常の民なんですけどもあの市川高校で千葉大学部受かるっていうとどういうレベルになりますか？さすがにまあ上位10番とか5番ぐらい。ああ、なるほどなるほど。千葉医が何人出たっていうのは市川高校がしたらすごく評価される、はい、そうなりますね。千葉の高校、まあ、渋幕とか市川、まあ、東邦大東邦もそうですけど、まあ、地元なんでね、やっぱ千葉大学部狙いたいって人いっぱいいて、まあ、あとはやっぱ東大だよね。そうですね、うん、だそういうところが、まあ、最上位にはなるんですけど、まあ僕ら人以下ですからね。そうですそれ僕もですから、地上界に降りてください。
生日とかね、こう七高生の同級生とかで集まると、まあやっぱ理さんもいるし教員もいるしみたいになるわけじゃないですか。です、ね、なんて言われるんですか。いやなんかまあ、話すこともないと、まあ、あと何点だったとかそういう話もない、まあ、ないですね。落ちた人間は落ちた人間ちょっと待って、落ちた人間は一緒なんだよね結局最高すぎるわけどさ、その環境ってある意味いいよね。そうですね。だってさ、まあ僕らもね、そういう環境にいたら多分もっと成績上がってるよね多分。そうだね。だってもうさ、周りにさ、理三クラスがバンバンいるわけでしょ。本当に。あと1点っていうだけでも宇宙人だと思うんですけど、ですけどやっぱり桁違いがいる。あ、いましたね。本当にもうなんか毎年理三のトップ合格はナダが出してるっていうふうに聞いたことはあります。でもまあ学年にもいるわけやん、そういう人が。あ、いますね。何が違う？頭の構造？あ、構造違いますね。やっぱいるんだ。もう本当にもう数学のね、できるもう数学満点が余裕みたいな、120点と余裕ですよ、ね。はいはいはい。でいるよね。いや俺もね、理三受けた時に試験終わった瞬間に6回やって言われた。あ、それはナダや。絶対ナダじゃん。それはナダや。もう絶対ナダなわけ。でもうなんか何人か集まって、まあ一問半々かなみたいな。どこミスった何言ってんのこいつらみたいな、レベル高すぎてマジわからないみたいな、本当にそういう状況が。しかもさ、なんかなんか集まるんだよね東大の試験会場で。あ、なりますね。そう、もうみんなね、あの牽制していくんですよ東京の民たちを。そう、いや本当にレベル高い。え、彼らはやっぱり、まあ、中学の時からやっぱり抜きん出ている。中学受験でそもそも賢かった人が大学受験でもやっぱ賢かったなみたいな人がやっぱ多くいますね。まあほとんどだから順当に集団が動いていくような感じなのかな。あ、でも一番下の方からでも全然上にまで頑張って理想に行ったっていうパターンもあるんで、まあやっぱ入ってしまえばね、結局その努力も関係あるんでかなと思いますけどね。センター試験とかさ、普通に10分20分とかで解くやついっぱいいるじゃん、灘とかだとね。あ、なんかね、逆から解くとかいうね、そういう遊びをね、なんか聞いたことがある。ちょっと待って、いや、なんかその逆からあえて、最後の方から4番とか5番から解いて、なんか終わるかどうかみたいな遊びをなんか模試でやるみたいなことは聞いたことあります、ね、ちょっと待って、どれさ、ね、だって条件がないから問題だけど。いや、なんかまあ頑張るんじゃないですか、ね、気合いさんとか行くんじゃないですか、誘導ガン無視して。いや、まあ、それはできる人はそれができるらしいですけど、僕はできませんけど。ちょっと噂をね、聞いたことがある。え、あの理三1点落ちぐらいだとセンター試験何分ぐらいで終わるんですか。はい、センターの数学だと僕は30分から40分ぐらいで終わりましたね。あ、まあまあ言うてそんなもんですね。結構その速度で終わる。いや、さすがにそんなことは終わんないよね。フルスピードでやれば終わると思うんですけど、結局アラが出て、結局計算ミスしたりするから、50分でやって10分見直ししようみたいなプランニングするんですけど、え、普通にやっても30分で終わっちゃう。あ、さらさらっと。そうですね。なんか、市川だと、自分のキャリア的にどうですか。もともと中1からある程度成績良かった。真ん中では上でありました。ああ、なるほど。けど別にトップではない。そうですね、トップではない。どっから、まあ、上に入っていった感じだこれで。高校ぐらいですかね。うーん、まあ終わるあたりぐらい。奈良高から千葉大に来るって結構まれだよね。あ、まれですよね。何年かに1回ぐらい。あ、まあ1学年1人いるかいないかぐらいですね。だって逆にさ、なんでさ後期を千葉にしたの。だってみんな関西後期当てるんじゃないの。あ、関西の後期がなんかそのいわゆる総合、僕の場合ですけど総合大学がやっぱなかったんですよ、ね。うんうん、なんとか県立医科大学とか、うんうん、そういう大学行くのがなんかちょっとなと思ったんで、総合大学で言うと谷差し高いとこから行くと天千葉大かみたいな、ね。なるほどなるほど、はい、で来てみたら総合大学じゃないっていうね。そうですね、確立されてましたね。千葉短海大だから。そう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 。もうもうチャリで30分ですからね、これはもう短科大学と言ってもいいんじゃないかというレベルね。理三に行った人いる。いない。東大千葉がもう最上位だよね。はい、まあ千葉県っていうのはまあレベル高いのは修学とね、東邦と市川ってあるんですけど、それでもおそらくは奈良のケツ50ぐらいの勢いかもしれない。そうですね。いや、そうではないですけど。そんな。ちなみにさ、聞きたいよね。奈良にさ落ちこぼれがいるのか知りたいよね。実際さ、待って大学行かないやつとかいいの？あ、大学なんかその知らない大学に行くって、そう、どこにあるんですかみたいな。けどもうさ、だって千葉大知らないだろ。その七高生とはいえ、なんかね、8対2の法則とか言うじゃないですか。こうね、うん、まあ絶対2割はね、できない人とかね、どんな集団でもあるって言うんですけど、やっぱそういう人はいるんですか。あ、いることにはいます、ね。あ、いるんだ。はい、まあその多浪する人とかも
いる。あ、太郎もそうです。まあなんか引きこもっちゃってみたいな、そういうパターンもね、あると思う。なるほどね。鳴り物で入ってってさ、こんな化け物だけのさとこに行ったらさ、自信失うよね、さすがにね。今一番千葉大医学部で多い高校、卒業高校ってどこ？やっぱり県立千葉か渋幕、ね、が、まあ双璧というか、はい、女子多いんじゃない？大体そんなこともない。そんなこともないですね。あ、そうなんだ。他は豊島とか白百合、女子学院、あ、JG、 はいはいはい、多いももちろんじゃいるよね。そうです、いますね。桜蔭、JG、豊島、白百合、まあここら辺がほとんど、はい、で、まあたまにポツポツと、まあいるもんね、都立から来る人とかもいるもんね、はい、いました、珍しい、奈良以外に。え、そこどこみたいな、いる？ラサールですね。あ、ラサールいる。まあその人もまあ資産落ちてきたっていうパターンですけどね。あ、なるほどね、わかりました。じゃあ次は、じゃあちょっと志望校の選択についてまた聞こうと思うので、ご視聴ありがとうございます。メディケイトではオンライン指導、通信指導で全国の生徒さんに対応しています。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローお願いします。このチャンネルを見て面白かったな、勉強になったなと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。